高橋です。35歳で会社員です。ファイナンシャルプランナーをしています。きっかけは、周りの知り合いの方 と友人から何人かの人に勧められたっていうのがきっかけです。やる前は、昔から興味はずっとあったんですけれども、やっぱり不安もすごくあったので、不安が半分以上で、残りは期待もあったっていう感じで、ドキドキしながら受けました。はい、決め手は身近な知り合いの方が受けられて、その感想をいろいろ聞いてた時に、ものすごくやってよかったっていうことと、こんな素晴らしいことをやらない方が損っていうことを強く言ってたのに、圧倒されて、でそれで勢いに飲まれて、私もやってみようかなって思いました。